面白いですね、皆さんの。強いっすよ、このチーム。ハザスリベロです。いつもご視聴ありがとうございます。以前ですね、僕の推しキャラ10人で、こういうチームを作ってみましたっていう動画を上げさせていただいたんですけど、その動画に4名の方からコメントいただいたんですよ。私の僕の推しキャラはこれで、チーム作るならこうです、みたいなのも書いてくださったので、せっかくだったら書いてくださった皆さんのチームを紹介しようと思って、今回こんな企画を持ってきました。視聴者さんの推しキャラ10人でチームを作ったらどうなるか。改めまして、4名の皆様、コメント本当にありがとうございます。もうコメントは、もうどんなコメントでも本当に嬉しいんですよ。長文だろうが、短文だろうが、もう1個目とか、アップお疲れ様ですとか、もうそんな1行だけでももうめちゃめちゃ嬉しいんですよ。なので、ぜひ皆さんもコメントしていただきたいんですけども、今回はコメントしてくださった皆様の推しキャラのチームを紹介していきたいと思います。じゃあちょっと、その動画にくださったコメントを見ながらですね、紹介させていただきたいと思います。じゃあ、お一人目ですね。クロノシキアさん、ありがとうございます、コメント。サーブ順で紹介していきます。及川、岩泉、クロオ、僕と、沢村、月島、で、リベロの役と入れ替え、ベンチに、セミ、朝日さん、西野屋。これで10人ですね。いやー、いいですね。まず、及川がめっちゃサーブも強い。で、しかもセッターだから、S1 スタートかつ、ビッグサーバースタートですよね。で、相棒の岩ちゃんもいると。で、これ面白いのが、岩ちゃんがレフトで、体格が沢村で、セッター体格が僕となんですよ。これ面白いっすね。初めて見るタイプですよね。まあ、オーソドックスに行くと、オールラウンダーの沢村をセッター対角に置いて、で、ボクトと岩泉のレフト、エーススパイカーを対角に置いて、クロート月島のネチネチ指定コンビをミドルブロッカーに置く、みたいな感じなんですけど、ボクトと沢村が逆パターンですね。これもどうなるか見てみたいですよね。そしてベンチのセミさんが、セッターでもあり、こっちもビッグサーバーなんですよね。なので、ピンチサーバーとしても使えますし、なんなら、及川が前衛に上がるタイミングで、ボクトとセミさん入れ替えてピンチサーバーかつセッターみたいな、及川と朝日さん入れ替えてエーススパイカーがまた出てくるみたいな、朝日さんが及川の位置で出たら沢村が反対のスパイカーになるんですよね。で、月島っていうカラスの3枚になるのか。だから2枚替えができますよね。いいっすね。で、役さんがリベロで、まあ、相手によっては西野屋出たりとか、場面によって西野屋に変わったりとかもできるから、リベロはもう男気2人のもう最強ですね。いや、面白い。やっぱり面白いですね。皆さんの個性が出てるというか、僕にない考えをくれるんで、めっちゃ面白いです。ありがとうございました、クロノシキアさん。続きまして、二人目ですね。重曹を舐める天才子役は、カラピチとメメントリが大好きさんですね。ありがとうございます、コメント。ということで、見ていきましょうか。まず、及川、僕と、砂、黒尾、岩泉、北さん。で、リベロが西野屋ですね。で、他三人が赤足、月島、田中ということで。いや、これもまた個性出てますね。めっちゃ面白いわ。まず、先ほどの黒の式屋さんと一緒で、及川が最初、S1 スタートかつビッグサーバーですね。これもいいですね。その次、ボクトで、ビッグサーバー続くんですよ。で、砂は、笛が鳴ってすぐ打つっていう、いやらしいサーブも打つし、クロウもジャンプサーブものになってるし、岩泉もサーブがいい。めちゃめちゃいいっすね。そして、これまたまた面白いんですけど、及川、セッター体格がクロウなんですよ。これ面白いわ。で、クロウも、春高全国で、オールラウンダーな選手ですって、実況に言われてましたよね。確かに、そのオールラウンダーなところもあるから、オポジットしたらどうなるのか、気になります。クロウ。で、及川と岩泉のアウンコンビもある。あと、ミドルブロッカーに北さんがいるところですよね。これどうなるのか、北さんがミドルブロッカーでどういう活躍をしてくれるのか、めっちゃ気になりますね。で、砂は北さん体格にいるし、ピリッとすると思うんですよ。で、北さんレシーブ力あるけど、やっぱ西野屋と変わるのかなとか、いろいろ面白いですね。そしてコメントで教えてくださったんですけど、赤足、ベンチの赤足は、まあ2枚替えとしても出れるし、ボクトが不調な時に出て整えるみたいなこともできると。なんかアルゼンチン代表のエースの卵が不調な時にホセブランコさんが来て調子戻したとかありましたけど、そういう感じでも赤足が出ることもありそうですね。もし2枚替えするなら、及川が前衛に来た時に、まあ田中が出るのかな、このメンバーだと。田中と及川が変わって、体格の黒と赤足が変わる。まあ、サーブが終わってから変えるのもいいかも。あー、でもセッターがいなくなるか。まあ、確かにトスができる人がいないのか。及川が変わっちゃったら。だったら黒のサーブ終わってから変わろうかなと思ったんですけど、まあ、赤足サーブ打ってもらって、二枚替えって感じになりますかね。二枚替えするならですけどね。別に二枚替えしなくていいですからね。個人的に二枚替えが好きなだけです、僕が。戦術として。で、月島はもう、ワンポイントブロッカーとして使えるでしょう。北さんが前衛行った時に、月島と変えて、及川、岩泉、月島の3枚とか、月島、岩泉、クロウの3枚。これすごいね。月島とクロウが2枚並ぶっていうの。やばいっすね。北さん前衛に行った時に月島が変わるっていうのはめちゃめちゃいいですよね。これ僕だったらなんで気にしないでくださいよ。これ僕だったら、まあ、北さんと月島逆にするパターンもあるかもしれないです。月島を先に出して、北さん
さんがベンチでここぞって時に北さんが後衛で出るみたいな。だけどこれはあの皆さんの推しキャラで作ってて、あの好き順でスタメンにしてるっていう可能性がありますので、そうなったら戦術とかじゃなくてもう好き優先なんで、これあのこのメンバーだったらこうしますって僕が言ってるだけなんでね、気にしないでください。ということで、重曹を舐める天才子役はカラピチとメメントリが大好きさん、ありがとうございました。名前覚えておきます。続きまして3人目ですね。クロノアさんです。クロノアさんコメントありがとうございます。クロノアさんはですね、もう詳しく書いていただいてるので、もうその通りにご紹介させていただきます。まず、セッター、ミヤ・アツム、アズマネ、月島、オポジット・ヒナタ、で、サクサ、クロですね。で、リベロが小森と。そして控えが、キタさん、カイさん、ミヤ・オサム。うわー、これもまた個性出てますね。で、S1 スタートのビッグサーバーですね。もうミヤアツム、ユアズもガナのビッグサーバーですけども、セッターに一番推しのミヤアツムを置いてるってことですね、クロナさん。で、体格のオポジットにヒナタ、ザ・オールラウンダーで、アツムが拾ってもトスを上げて攻撃につなげてくれるって書いてくださってるので、V リーグ時のヒナタですね。V リーグ時のヒナタで、ウィングスパイカーにアサヒさんとサクサ、ブロックラッシャーと粘りを期待。サクサがブロックとレシーブを弾くいやらしい回転。いいですね。こう、二人が共闘するところがもうもちろん見れてないので、どんな感じになるのか、パワーとテクニックですよね。いやー見たいな。でミドルブロッカーがもうネチネチの指定コンビですね。で月島のハイブリッドサーブとクローのジャンプサーブで牽制や見出しを狙う。いいですね。これもあれですね、月島とかも V リーグの時の月島ですね。古舘先生のもう公式の情報で高校2年生から山口に教わりながらジャンプフローターを習うってあったんですよ。でしかもハイブリッドも打つと。なのでそこの情報があるので月島はハイブリッドサーブ打つんですよね。いいですね。で小森がチームの盛り上げ役と。で確かに小森もコミュニケーションとかできますしね。ユースの時とかもいいキャラしてましたもんね。優しい感じで盛り上げるみたいな、いいですね。でしかも高校ナンバーワンリベロで日本代表でもありますから、小森は素晴らしいですね。で控えの3人、北さん、海さん、宮治。北さんは流れの悪い時にチームを静かに立て直してほしい。はいはい、もう北さんはねもうそういう役目ありますから、もうそういう役にはぴったりですよ。で海さん、相手のビッグサーバーの時にレシーブ強化。なるほどね、確かに海さんのレシーブ力はもうほんとすごいですから、影山の方上げますから。で宮治はおさむとひなたの変人速攻。あーなるほど。あ待ってよ、おさむとひなたの変人速攻っていうことはひなたが上げておさむが打つって感じかな。で裏もできるんか、おさむも上げてひなたが打つもできるんか。確かにそれは盲点、それもできるんか、それも見たいな。あと2枚替えの時に相手にセッターいないと思わせておいて油断させることができれば。なるほど、宮治をセッターとして出すってことですね。だからどうなる、アツムが前に行った時にまあ北さんか海さんが出る。まあおそらく海さんかな、海さん、まあどっちも行けますかね。まあどっちかが出てひなたが下がった時にオサムが出ると。でオサムも別にサーブいいし8秒たっぷり使ういやらしいのもあるし、オサムがサーブ打つで、えセッターおらんくねと思わせてオサムがセッターみたいな。なるほどなるほど、そういういいっすね。なんかそういう相手を騙すみたいな、まさに初見殺しですよねそれも。でしかもアツム、オサム、ヒナタの3人のもう入り乱れる変人速攻、これめちゃめちゃ見たい。これは見たい。裏があるし、もうなんか裏じゃないなんかあるし、新変人速攻あるしみたいな。でアツムとヒナタの裏もなんか見てみたいですね。でオサム誰と変わったらそれ見れるかな、なんか3人一緒にコートにいるのも見てみたいですけどね。面白いですね。で一つお話ししておきたいのがですね、 V リーグ時のヒナタが好きっていう場合と、あのもちろん高校時の朝日さんが好きっていう場合もありますので、 V リーグ時のひなたと朝日さん、高校時の朝日さんがコートにいるみたいな編成になったりもします。なぜなら推し10人で決めてるから、推しのキャラが高校時のひなたじゃなくて V リーグ時のひなたとかいうのもありますんで、そこはご了承ください。それはもう作中でも実現しないもうドリームマッチみたいな感じで、あの思ってくださったら幸いです。お願いします。ということで黒野さん改めましてありがとうございました。確かに3人の変人速攻めっちゃ面白そう、見てみたいです。ありがとうございます。最後4人目ですね。4人目、まさよさんです。コメントありがとうございます。ということで、まさよさんのチームですね。まず、影山、岩泉、黒尾、及川、僕と青根、で、リベロが西野屋、で、ベンチが赤足、木の葉、薬さんですね。いや、なんか、めちゃめちゃバランス良くないですか？で、まさよさんはコメントで10人に絞れませんって言ってくださってるので、もうなんとか10人にしてくださったって感じですね。ありがとうございます、本当に。じゃあ見ていきましょう。影山、S1 スタートであり、ビッグサーバー。いいですね。で、体格が及川っていうのもいいですね。もう及川もオールラウンダーで、影山が総合力兼ナンバーワンって言ってたのもあって、もう本当にオールラウンダーなんですよね及川って。だからオポジットとしてもちろん活躍しますし、なんなら2セッターみたいなもんですもんねこれ。影山と及川で後衛に行った方がセッターするみたいなこともできますからね。影山も打てますから、これ面白い。この2人いがみ合わずにしてくれるかな、それもめっちゃ見たいですね。この2人が共闘するので、及川の相方である岩泉もいますし、でミドルブロッカーが最強すぎませんかこれ。クローと青根めっちゃ強い
強いやん。で、クローもオールラウンダーだし、青根とかも言わずもがなブロックすごいしで、いや、この二人が体格のチーム、ほんと見てみたかったんですよ。自分個人的に。クローと青根。めっちゃ強いわ、ミドルブロッカー。あとは、ボクトですよね。いや、クローって、煽り職人とか言われてたじゃないですか。だから、ボクトのことも、なんか、チームメイトとして、こう、煽って気分上げるってこともできると思うんですよ。で、しかも、ベンチに、赤足とコノハ。もう、ボクトが普通になる前だったとしても、もう、抜かりないですよね。ボクトの立て直し役がいっぱいいます。赤足が立て直すし、コノハがこう、焚きつける、お前は本当にとか言いながら、ケツ蹴りながら、焚きつけたり、で、クローがうまいこと煽って、気分を上げるっていうのできるから、ボクト、調子悪くなってもすぐ立て直せそうっすよね。で、岩泉と僕とめちゃめちゃ人気っすね。相当人気やな。で、これ僕が大好きな2枚替えも、まあ、やろうと思えばできるんですよね。赤足とコノハ入れるっていう。だけど影山と及川か、もうそのまま行ってくれた方がいいかもしれないですね。で、ほんと僕とか調子悪い時に赤足が出るとかで、なんか相手の状況を見てコノハ出すとかね、そういう方がいいかもわかんないですね。で、役さん西野へともう相手の感じとかその状況によってリベロを変えるっていうのもできる。もうここも男気2人でも最強ということで、素晴らしい。もうめっちゃバランスいいなって思いました。強いっすよこのチーム。ありがとうございます。はい、ということで4名の皆様本当にありがとうございました。先ほどもお話しした通り、もうコメント本当嬉しいんですよ。コメントが来るって YouTube のアルゴリズム上、なんかコメントがいっぱい来たら動画回るってのもあるんですけども、そんな関係なく、もう短いコメントとかでも本当に嬉しいんです。もうコメントするって、コメントしようとしないとしないじゃないですか。なんかややこしいな、なんか私以外私じゃないのみたいになりましたけど、本当にもう本当コメントする労力ってやっぱりあるんで本当に嬉しいです。なのでもう皆様もこういう動画出した時に、なんか自分の推しキャラはとか言ってくださったら、そういう企画の動画やりますし、普通のコメントへの返信動画っていうのも撮ろうと思ってます。コメントへのアンサー動画も撮ろうと思ってますので、ぜひコメントしてください。よろしくお願いします。そしてこのコメントをしてくださったこの4名の皆様、改めまして本当にありがとうございます。おかげさまでこういう視聴者様参加型の動画も撮ることができました。またこういう企画もやろうと思ってます。配給の楽しい動画どんどん出そうと思ってますので、チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ということで本日もあざした。代わりの